ドラゴンクエストでですね、街から出ろというとか、街から出ない人いるじゃないですか。おはようございます、関野康弘です。本日も名言を取り上げていきます。本日の名言はですね、井上武彦さんの名言で、臆病を超えて前へ出ていく勇気、それが強さ。強さは臆病とは相反しないということでですね、井上武彦さんプロフィールをお伝えしていきたいと思います。井上武彦さんは漫画家、1988年楓パープルでデビュー、週刊少年ジャンプ集英社で連載された代表作スラムダンクが2004年にコミック発行部数1億部を超える。その後、吉川英治原作、宮本武蔵を主人公としたバカボンド、車椅子バスケットボールをテーマにしたリアルなどを連載したということですね。井上武彦さんと呼ぶんですね。まあ、これね、ちょっと私も読み方が分からなくて検索させていただいたんですけれども、まあ、どちらかというと私の世代だとスラムダンクで、まあ、有名だったなと思うんですけれども、臆病を超えて前へ出ていく勇気。最近ね、なぜか知らないですけど、私ドラゴンクエストの YouTube の動画をよく見るんですね。それを見るとですね、なんだろう、街の中でですね、錬金術やってますとかいう動画があって、だから10時間ぐらいでお金をずっと最高のゴールドにするとかいう動画があってですね、ずっと街の中から出ないという動画があって、10時間ぐらい、まあ、10時間あったらなんかどっかね、まあなんだろうね、もう敵と戦ってると思うんですけども、一回も戦わず10時間ずっとお金を貯めてる動画とかねと思うんですよ。まあそれは臆病さではないんですけれども、ドラゴンクエストでですね、街から出ろというとか、街から出ない人いるじゃないですか。まあ実世界でもそうですけれども、街から出てね、フィールドで、まあ、モンスターと戦うということが、で、まあ、普通はそれでお金を儲けると。戦って、勝って、ゴールドを儲けるというのが普通なんですけれども、まあ、ね、街の中でずっとぐるぐる回っているとかいう方がおられるんですよね。実世界でもおられます。なんだろう、もうずっと実世界でもずっと中にこもって、もう街から出ないという方がおられてですね、じゃあどうしたらいいんだろうという方がいるんですよね。ただやっぱりね、これはやっぱり先ほど言ってたこの、それが強さということだと思うんですね。街から出て戦って、モンスターと戦ってレベルアップして、まあ、ゴールド獲得して、うん、それが強さになっていくと思うんですよね。いきなりラスボスが出てくるような、まあ、ストーリーなんかないので、まあ、あればあって、あるでびっくりしますけどね。いきなりラスボスが出てきましたというようなロールプレイングゲームがあったら面白いわとは面白いんですけど、それで倒せるかどうかってどう考えても倒せないんですけれども、まあ、そのフィールドに相相当するモンスターしか出てこないと思うんですね、実世界でも。基本それをね、いかにどうやって倒していくかと言いましょうか。やっぱりそれと対峙していくかだと思うんです。強さは臆病とは相反しないということは本当にそれだと思うんですね、私の中で。だからこそ、まあ何だろう、街から出て戦うことが大事だと私は思っております。本日も一日よろしくお願いいたします。動画を見ていただきありがとうございます。チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。